TV の新です今回ですけども薬剤師が語るということでもし新型コロナウイルスに感染してしまったならということを題材に挙げたいと思います。えー 愛知県の方の、えー、蒲郡市の方方市ですねで、まあ、自宅待機感染された方50代の男性が、えー、自宅待機を言われたのにかかわらず無断で飲食店に行っていたということで、えー、テレビ、えー、ネットで報道されていますけどもこのことを例に、えー、私が薬大使の目線で意見も話したいなと思いますところで突然ですけども皆さんが新型コロナウイルスに感染してしまったなら あなたはどう思いますか感染したらもう終わりだと思ってしまいますか確かに何か持病がある方は、えー、すごく確かにまあ採用注意ということであの注意するポイントがあると思いますしかしながらあの新型コロナウイルスに感染されても今分かっている範囲で言うと インフルエンザよりも死亡率は高いんですけども軽度で済んでいる方は大半だと言われています、まあ、先日深夜の動画にもあげましたけれども、えー、と WHO では2%ぐらい、まあ、2%パーから3%パーぐらいという報告も上がっておりますじゃあ自宅待機を無視して飲食店に行ったこの50代の男性の声は一体どうなのかっていうと、えー、この方はあの家族の方に えー、飲食店に行く前にコロナウイルスをうつし,してくるわみたいな感じであの言って実際には飲食店の方にもコロナウイルスをうつしてやると言っていたそうなんですけどもこの行動に対しては不謹慎であるとか、まあ、いろんな怒りの話意見がですね大半であります、えー、現に、まあ、この飲食店のオーナー、えー、経営者の方はもう言葉にできないぐらいの怒り をを感じてておおられるとといいうことを聞いております、まあ,あの当然そういうお気持ちなのは当然だと思います。若手でんで来るんだっていうことがあの大半の意見だと思います。で深夜もまた薬剤師として、まあ、医療従事者としてこのなぜこの50代の男性はこういう感情になっちゃったのかなということでちょっとこう一歩。 え下,げ下がってあの彼の真意をちょっと測ってみたいなと思います。で、ここであのアメリカの精神科医の、えー、キューブラー・ロスという方が、えー、死の過程というのを、えー、唱えています、えー。死の過程5段階あるんですけども、これはちょっとまあ大げさなんですけど、死の宣告された方は、えー、と、否認から始まり、怒り、 取引、欲うつ、需要ということで、5段階経てやっと死を受け入れられると捉えています。どういうことか、もうちょっと深掘りした話をすると、最初死を宣告した時に、え、そんなん嘘やんっていう皮に入り、怒りというのは、なんで俺が、なんで私がこういう目に遭うんだろうっていう怒りに走り、取引というのはこういうことをするからなんとか。えー しなへんでいい方法ないんやろうかっていう気持ちになり抑うつは死に対してすごくあの抑うつ傾向になり、まあ、気,が落ち気分が落ちたりとかいうことですね。でそういう経てやっと自分の死を受け入れられるという段階です。 きっとこの男性私はもうここはもうあの想像の意義なんですけどもコロナウイルスになった時点でもしかしたら自分も治らないんじゃないかなっていうことで死を意識したのかもしれませんあるいは死なないにしても社会的に、えーまあ、仕事面といろんなことであの、まあ、マイナスの面がいっぱい頭の中よぎってすごく頭の中で葛藤とか 自自分自身怒りを感じたかもしれません何で私がコロナウイルスに感染したんだろうっていうところでなかなか受け入れられなかった部分がありこのキューブラー・ロスの死の過程のような段階を経たのかもしれませんそしてこのキューブラー・ロスの死の過程の中で5段階順番に減るんじゃなくていきなり避妊から抑うつに入ったり 否認、えー、を飛ばして怒りに入ってから入ったりいう方もいらっしゃるので必ずその5段階通りはいかないんですけどこの男性の真意は正直まあ本人と話してないんでわからないんですけどもきっとこの5段階のどれかに当てはまったんじゃないのかなと思いますだから彼の行為自体は認められないけども誰しも彼みたいな感情になりうると いいいいうこととを皆さんも理解してたただきたいなと思いますで私もあの、まあ、何も新型コロナウイルスのことで知識がない状態ならきっと彼のように自暴自棄になっていたかもしれないなとも思いますけども信玄は薬剤師であるのでそういうことは、えー、もうコロナウイルスのこともあの逐一情報を、えー 自分なりに得てあのこういうウイルスであるとか治療法はどこまであの世界的知見が進んでいるのかっていうことをあのネットニュース以外のところでもいろいろと聞いていますそういうところで、まあ、あ,のある程度知識があるのでそこまでいかないと思いますけれども一般の方も新型コロナウイルスに対する知識を自分なりにインターネットとか あるいはテイムメディアでも結構しっかりあの専門の感染症対策の方が話をされているのでそういったことにしっかり耳を傾けて誤った知識じゃなくて正しい知識が入るようにえちょっとお勉強していただけたらここまで彼のように、えー、気持ちにならないのかなと思います。それとともにですね今回はあの彼が自宅待機といったところの自治体の方はなかなか彼自身が あの次の受け入れ体制の病院の準備ですね、ができていなかったということで、報道もされています。きっと、その自治体の方も、もしかして、私たちのとこにまさか、そういう感染者が出ないんじゃないかな、ということで、きっと対応が後手後手に回ってらっしゃったのかな、とも想像できます。まあ、当然、お気持ちとしてすごく分かります。急な話ですし、なかなかあの検査機、検査機関とか、受け入れできる病院をどこにするかとか、 すごく大変な作業だと思います。でもあの自治体も、まあのもう全国どこ誰が移ってもおかしくない状況であるということはもういめない状況であるので、有事の対応が速やかにできるようにしっかり準備していただけたら、まあ、彼みたいにあのじょうあの行動を起こす方ももういなくなると思います。これはもうあの皆さんが安心してコロナウイルスになっても 十分医療機関とか国が対応できるとい,いった体制をすごく望んでいると思いますので、ぜひお願いしたいところであります。ということで、まあ、深夜の薬剤師目線で話をさせていただきました、えー。ご清聴ありがとうございました。この動画に対する高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。